皆さん、こんにちは。ともキャットチャンネルです。今回は、スーパー三国志2攻略の第6回目になります。解説は私、ゆっくり霊夢と、ゆっくり魔理沙だぜ。鬼名丸にございます。以上の3人でお送りします。前回は、董卓から援軍要請がかかりまくり、がっつり信用度を稼ぐことができました。董卓軍が兵力を回さないから、うちばっかり負担が増えたんだけどな。あと、初の一騎打ちも見れましたね。結局退却しちゃったから、宗神は手に入らなかったじゃない。なあに、すぐ捕まえてみせますよ。宗神がこの先、劉備軍に立ちふさがるなど、知る由もなかったのであった。ちょっと、変な予言しないでくださいよ。予言が実現しないといいねー。それでは、非科学的な予言などものともしない、第6回、スタート。では、早々に大従国を取られた後の、192年1月から再開です。ああ、そうだった。兵糧切れで、董卓軍が退却したんだよな。その、大従国の様子を見てみましょう。これなら、うちでも十分攻め取れるんじゃない？そうなんですが、とある理由で、この従国だけは、まだ攻めたくないんですよね。とある理由って？このゲーム、国を攻め取った時、アイテムを獲得することがあるんです。アイテム？それによって、武将の武力を上げたり、知力を上げたり、はたまた、信用度を100にする、なんてのもあります。それはまた強力だな。アイテム取得はなかなか発生しないんですが、大従国を攻め取った時は、必ずもらえるんです。おお、それいいじゃん。それって、もし、アイテムを取った後、敵に明け渡して、もう一度攻め取ったら？もう一度もらえます。何？アイテムが尽きない限り、何回でももらえます。すごい。じゃあ、うちも。でも、それをやったらつまらなくないですか？え？いや、まあ。なので、今回は、大従国を攻め取るのは一度だけ、としたいんです。じゃあ、万全の状態でないと占領できないということか？そういうことですね。アイテム取りまくりたかったのに。始めるとキリがなくなりますし、時間もかなりかかりますしね。というわけで、周りの情勢を見ながら判断したいと思います。画面では、劉陽が登用されたみたいだな。軍官として、なかなか優秀な武将ですね。192年は、この大救国に多くの人材が登場するはずです。まだまだ行きますよ。王海？君じゃないんだよなぁ。気が悪い。さっきから何度も失敗してるけど、なかなか見つからないもんだな。格の助言に従ってもこれですからね。意外に武将の捜索は、難易度が高いのかもしれません。そして、純育。来たー。やっとお出ましですね。おお、登用はサクッと成功。では早速、純育を軍師に任命。まあ、そうするよな。助言の推定的中率 94% です。それでも 94% か。少しだけですが、安全性が増しました。その後、曹操領第18国で手頃な武将を発見し、両層か。無事配下に。という感じで、1月を終了。お、孫策。曹操領に攻め込んだ。これはいいですね。孫策が曹操と手を切ったようで何より。両層を手に入れといてよかったな。まったくです。軍師殿を呼びましょう。この国に人材が埋もれているようです。お？早速探索を行いましょう。満潮なら。見つかる可能性はまずありません。やっぱり難しいな。格ならどうだ？良いお考えです。お、純優。いい武将が見つかったな。純優を無事配下にできました。ついでに王中と、王海をゲット。まあ、領地が広がって人手不足だしな。第6国でも人材を捜索。王州を見つけ、これを登用。第1国から公孫さんを移動させ、あとを王海に任せます。
ほんと、人材なんよね。2月を終了。あ。ああ、感服が。そうそうも容赦がないな。君主一人だけでは死者も出せず、致し方ないですね。うちが全部引き抜いたんだけどね。第7国が空白国になったぞ。これは早速、うちで確保に動きましょう。馬頭と董卓が、いい感じに争ってますね。どっちも血の気多そうだもんな。それに比べ、有料と有縁の動かないこと。君主の野望とかによるんでしょうかね。おや、孫策か。献上品を持ってきたようですね。ほうほう、分かっておるではないか。プレイヤーに贈り物をしても、無駄なんだよな。お、集体が。要チェックですね。大衆国は弱小です。どうするかはどの次第です。だってよ。もう少し、早々に預けておきましょう。そして有料の、第20国。さっき引き抜かれた、集体の忠誠が低いねー。これは取ってくださいと言わんばかりですね。そしてこちらは、炎症の第8国。前より、若干忠誠が下がったか？前服した交換が、ちゃんと仕事してるようですね。ではまず、集大を。無事ゲット。その後、加工園たちを第7国に移動させます。金銭、米銭くらいは持っていきましょうか。さて、第7国の様子はと。金も結構あったし、国もまずまずだな。韓服が頑張ってたのかねー。ありがたくもらっておきましょう。そして、電報に偽証かけます。おお、ついに電報にまで魔の手が。人聞きの悪い。ただのヘッドハンティングですよ。はい、二度ほど偽証かけ、程よく忠誠も下がりました。やり方は悪辣だけどな。現代でも普通に行われているとかいないとか。はい、電報君もゲットです。なんか、少しずつ、武将を後方に移動させてるみたいだけど？忠誠度上げに手が回らなくなってきたので、雑魚武将を中心に、後方で褒美を与えてもらいます。各国、月に一人しか褒美をあげられないもんな。人材管理はなかなかの頭痛の種です。ということで、3月を終了。ちょ、ま。怖いなぁ。演術ですか。共同軍の誘いか。もちろん承知しておきます。自分で重国を取れないと、いろいろ不便だな。もう少し様子を見たいですね。できれば炎症を先に叩きたいですし。今度は董卓？董卓も同じことを考えてたのか。うちとしてはどちらでも構いませんよ。さて、どちらが先に重国に攻め込むんですかね。どっちも、今月は攻め込まないみたいだな。じゃあ、来月、先に順番が回る演術かな？どうでしょうね。今月も人材の創作をしていきましょう。お、テイク。1年遅れましたが、無事発見できたようですね。難なくゲット。もっと集中的に探さないのか？一度にたくさん登用しても、褒美をあげれないですからね。一月に一人ぐらいがちょうどいいんですよ。なるほどな。ちょくちょく他国を偵察してるんですが。言えんね。未だに忠誠を低いままにしている武将がいるんですよね。ということで。うん、遠い。まあ、しょうがないよな。こちらは加工園に任せた、第7国。王教という武将がいたので、登用しておきます。王教だか王州だか王海だか、誰が誰かわかんないのよ。
等しく雑魚武将だしな。後方の国で、デスクワークでもやらせておきましょう。あと、ここで一つ訂正を。訂正多いな。すいません。何せ古いゲームで、その後のシリーズとごっちゃになってたりするので。血縁についてです。血縁か。以前、総人や総工を、曹操の血縁と言いましたが、このゲームにおいては血縁には設定されていません。あ、そうなんだ。曹操の血縁設定は、曹公、曹丕など、子供や孫などです。曹操の直系の血筋だな。ただ、公孫さんなどは、いとこの公孫越に血縁設定があります。へぇ。董卓は、弟の董斌。劉備は、養子である劉邦にも設定されています。血のつながり、じゃないのか。なので、これは裏切らない設定ではなく、君主が倒れた時に、優先的に後継ぎにするフラグと考えるのが妥当かと。そっか。曹操が倒れた時、この曹公を差し置いて、いとこの曹仁が後継ぎになるのはおかしいもんな。子供が未登場の公孫さんなどは、一番近い親族の公孫越が継ぐのが妥当でしょう。なるほどねー。ちなみに孫権は、ご覧の武将に血縁設定があります。多いな。血縁設定のある武将が後を継ぐと、家臣の忠誠度低下が少なくて済みます。いざという時には、血縁武将に後を継がせたいですね。ということで、4月の命令を終了。おっと、マイクがバレてしまったようですね。そんなに長くは持たないのかな？そういうことでしょう。董卓軍が重国に攻め込んだ。演術は動かなかったのか。うちとしてはどちらでも構いません。出撃して、曹操を重国から追い払いましょう。あれ？一人？完全にうちを当てにされてるな。ちょっとやる気をなくしますよね。兵糧も少なくない？うちが到着すれば、半月ぐらいしか持たないですね。我が軍が到着しましたが、さて、どうしたものか。このまま見てるだけでも問題ないんだよね。たとえそれで負けても、信用度が1部隊につき1上がります。じゃあ、どうする？全力で曹操を攻撃します。お？やはり義の人、劉備としては、劉軍がやられるのを黙って見ているわけにはいかない。おお。というのは建前で。あら？やはり曹操がここに居座るのはよろしくない。ここには、曹操にゆかりの武将が埋もれていたりします。それを配下にされるのは都合が悪いので、どうせなら、利用しやすい董卓などにいてもらった方が、都合がいいのです。なるほどねー。というか、董卓軍が大部隊を率いてくれば、こっちは見ているだけで済んだのですが。そう都合よくはいかないか。ちょっと飛ばして11日目。兵糧も少なくなってきたわよ。急がないといけませんね。これならどうだ？あ、曹操が捕まった。これは、まさか。曹操は逃がされたようですね。あら意外。生き延びやがったか。私としてはどちらでも良かったのですが、曹操には、まだ幾幕か、天運が残っていたということでしょう。さて、こちらが今、董卓が占領した大重国。こちらは曹操が逃げ込んだ、第17国です。危ういな。負けた曹操の方が兵士数が多いという。引き続き、内がケアしてやらないといけないようですね。それはともかく、今月も人材の捜索です。まだいるんだっけ？大事な人を忘れちゃいませんか？おお、てね。曹操軍、待望の猛将、だったはずですが、うちで頑張ってもらいましょう。そして、先月戻ってきた交換には、また前服に行ってもらいましょう。何気に忙しいな、交換。今度の潜伏先は、劉邦の治める、第二重国。劉邦って、今どうなってるんだっけ？こんな感じですね。兵力多いな。力を蓄えているので、警戒しておきます。5月の命令を終了。
戦術か。何しに来たんだ？共同作戦か。今更なんだよな。もう信用度も100になりましたし、メリットもないので断りましょう。馬頭も何気にうちに手を出してくるよな。ちょっと忠誠度の管理が甘いのかもしれないです。気をつけねば。炎症も仕掛けてきた。お？王楼のとこか。結構頑張ってるな。王楼もだいぶ粘ったようですが、炎症軍の勝利ですね。ちょっと、このまま好きにさせとくつもり？地図上で見ると、8国、16国と落とせば、安全地帯を増やしながら、いい感じにいけそうですね。おお、いいんじゃない？軍師の助言を聞いておこう。この国に、人材が埋もれているようです。まだいるのか。さすが曹操のお膝元。カクカ来たー。そうか、カクカも同時期だったな。早めに、この第9国まで来れてよかったです。順育、格下、順優、低育、それに転移か。これが全部早々に言ってたら、ちょっと怖かったわね。手がつけられなくなってたかもしれませんね。では、炎症との戦の準備をしましょう。まず手始めに、炎症との同盟を破棄。そして、索敵をかけていきます。おお。美宝も。最後の一人で。小職に契約が成功。本国はここまで。そして、兵士を再編成されないよう、この月のうちに攻め込みます。早きこと、風のごとくね。今月動員できるのは、上の4名。兵は拙速をたっ飛ぶか。もちろん将軍は長運で。金銭、兵糧戦で出陣です。今回は、誰も勝手に一騎打ちに行かなかったようですね。あら珍しい。様相を指名してみます。敵は断ったか。それはそれで寂しいですね。では、小職から。はい、成功。ちなみに私は、複数寝返らせるときは、兵士数の少ない方から寝返らせます。その心は？兵士数の多い方から寝返らせると、全員寝返らせる前に、途中で全軍退却されてしまう場合があるんですよ。ああ、そういうこともあり得るのか。皆さんはそういう経験、ありませんか？次は美宝。最後に書くと。今回は、これで寝返りは全部かな？そうですね。あとは力攻めです。そして7日目。他の武将は退却していきました。できれば捕まえたかったけどね。まあ、後の楽しみにとっておきましょう。さあ、炎症を包囲して攻撃です。ほぼ勝負は決まったようなものだが。おっと、退却しようとしていた炎症を捕らえました。完全勝利ね。軍師を捕まえると、どうしても下の選択肢が気になりますね。まだ兵士を60にも持ってるしな。まあ、逃がしてあげましょう。お？ついにアイテム獲得です。おお、これがそうか。今回獲得したのは声優の剣。武将一人の武力を、ランダムで上げてくれます。ランダムなのか。どのくらい上がるんだ？はっきりとはわかりませんが、5から15くらいじゃないですかね。かなり幅があるな。誰にあげるの？悩みどころですが、加工園にしましょうか。おお、いいんじゃないか。どれくらい上がるかねえ。13上がった？いえ、100を超えては上がらないので。10上がって、武力が100になりましたね。ああ、なんか惜しい。
集大に上げてたら、13上がって98になってたんじゃないの？まあ、そうかもしれませんが、上がり幅はランダムなので、5しか上がらない場合もあったわけで。これはしょうがないか。花公園のさらなる活躍に期待しよう。ところで、アイテムがもらえるのって、完全ランダムなの？私の実感としては、多くの国を取るほど、もらえる確率が上がるような気がします。例えば現在、劉備軍は8カ国を所有しています。じゃあ、8カ国ごとに1つとか？ですが、戦争で勝ち取った国は、3、2、6、9、8の5カ国です。戦争で5カ国取るごとに1つ？ここら辺は、さらなる検証が必要ですね。こちらは、今回勝ち取った第8国。人口少ないなぁ。炎症に、だいぶ徴兵されましたかね。6月の命令を終了です。何？テイフが到着に着いた？これはまさかの引き抜きでしたね。そして交換のマイフクがバレると、いやー、テイフが孫策を裏切るかな。大衆は一般の家臣に比べて東洋や索敵がかかりにくくなっています。それでも東洋を成功させるとは到着も油断できませんね。ちょくちょくこんなサプライズがあるよな。なんかプレイヤー以上に東洋が上手いんじゃないの？はてさて、どうなんでしょうね。これが東卓に寝返った、テイフの現在。これなら、うちで再登用もできそうだけど？しばらくは東卓に預けておいてもいいかなと。あら？必要になったら、その時登用することにしましょう。ということで、今回はここまでとなります。今回は、名だたる軍師を迎えることができて、よかったわねー。このために、第9国まで来ましたからね。それから、炎症とはついに決裂したな。そもそも、全く役に立ってませんでしたからね。頃合いだったんじゃないかと。それにしても最後、サプライズだったわねー。東卓も、なかなかやりますね。うちの信用度もついに100になったし、もう、東卓軍の援軍要請に応える必要もないかな？じゃあ東卓軍とも？手を切る頃合いかもしれません。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。次回もぜひ見てくれよな。それじゃあ、皆さん。またねー。